この間はじめ先輩ツイッターでさ、あのそう鬼滅の刃のコラボ下着、かまど炭治郎のタイムラインで見てく、なんか流れてくるたびに笑ってしまうみたいなことを言ってたのを見たんですけど、え、俺のデビュー前、デビューしてから忘れたけどさ、結城千尋の差し金でさ、はじめ先輩の紫ビキニのファンアートが流行ってたことを知ってるんで、俺はそのはじめ先輩の紫ビキニのファンアートを見るたびに同じ感情になってましたよっていうのをすごいリプしたかったけど、まあ俺は長男なんでぐっとこらえました。ムキムキのねはじめ先輩が紫ビキニを着てるっていう結城千尋の差し金で、次男だったらダメだったかもしれない。俺はね鈴木家の長男なんでね、耐えられましたね。長男ですか、長男です、長男なんです、長男です。はぁ、あこの格好でダジャレ言うの俺の中でのルコちゃんの解釈違いなんで、もう着替えてきていいですか。あ、ルコちゃんはねこういうキャラじゃないんすよ。ルコちゃんはもっとこうおしとやかでね、うふふはははってしててほしい。だからあの俺がこのルコちゃんの姿でね、あの寒いダジャレを言うのはちょっと俺的にルコちゃん申し訳ない。